はい、皆さんおはようございます。じゃあこんばんは、キルマッキーです。はい、というわけで今回は久々に休日ルーティーン Vlog を撮っていきたいなと思います。地元の秋田で生活していた頃はですね、一日に密着するような、日常をお送りするような形で休日ルーティーン Vlog をアップしていたんですが、ここ最近全然アップしていないなと思ったので、今回は、休日ルーティーン Vlog、 これを撮っていきたいなと思います。1時間前くらいに起きて、バナナとプロテインを取ってちょっとだけいられの勉強をして、今からジムに行こうかなと思ってます。はい、それでは早速行きましょうか。はい、というわけで筋トレ終わりました。今から、自宅に戻ってプロテイン飲んで、ご飯食べに行こうと思います。それでは帰ります。はい、洗濯を干して、シャワーを浴びて今からちょっとだけ寝たいと思います。おやすみなさい。はい、今からまたジムに行きます。僕が通っているジムにですね、ラウンジみたいなのがついてまして、電源があって Wi-Fi があって、あとは漫画なんかも置いてたりするんですよ。なんでちょっとした作業もできるというわけです。はい、ちょっとね、雨がめちゃめちゃ降ってきたんで、急いで行こうと思います。はい、お昼ご飯です。塩サバ弁当とゆで卵2個ですね。夜に外食したいのでお昼はこんな感じです。このお弁当が270円なんですよ。やばすぎません？このどでかい塩サバが入って270円、結構量もあって、それでいて美味しいんですよ。めちゃめちゃ重宝してます。それではいただきます。ご飯も食べ終わりまして、ちょっとアニメ見ようかなと思います。さっきジムに行ってこの漫画が置いてあったんですよね。ちょっと気になったんでアニメ見てみようと思います。デッドマンワンダーランド、これ面白そうなんで見てみます。はい、というわけで王子に来ました。これからサウナに行きたいと思います。はい、王子といったらもう皆さんもお察しかと思いますが、あの銭湯に行きたいなと思います。それでは向かいましょうか。銭湯までのこの坂がね、結構しんどいんですよね。このめちゃめちゃ暑い中歩く坂道、これはきついですね。そういえばデッドマンワンダーランド1話を見ましたが、面白いですね。かなり続きが気になる感じで、いやどんどん見ちゃいそうですね。あとはキルラキルを見返してました。はい、アニメ三昧でございます。はい、というわけで加賀浴場来ました。いやプレオープンぶりなんで2回目ですね。めちゃめちゃ混んでそうな気がしますが、楽しみですね。行きましょう。加賀浴場ありがとう。いや、爆風ミュージックロウリュ健在ですな。めちゃめちゃ路上ですが、いただきます。くー、しびれる。うん、いやノンアルでもたまんないっすわ。加賀浴場で購入したのにわざわざ路上で飲むっていうね。いやでもこの開放感がね好きなんですよ。最近この路上飲みがマイブームっていう感じですね。いや最高。さあというわけで、ご飯に行こうか。ちょっと、買い物もしたいんですが、どうしようかなって感じです。は
はい、錦糸町に来ました。仕事兼私服で使える白のパンツが欲しくてですね、ちょっとね時間ももうねお店閉まっちゃうかもしれないんですが、ちょっと見に行こうかなと思います。その後ご飯食べようかなと思ってます。それでは行ってきます。いやー、白のパンツなかなかピンとくるのがなかったですね。一つ H&M でリネンのねいい感じのパンツがあったんですけど、めちゃめちゃ下着が透けてたんですよ。もうリネン感が強すぎてもう生地が薄くてパンツ透けてたんですよね。いやーちょっと悔しかったなあれ。さあというわけで、切り替えてご飯食べて帰りますか。今日はココイチにしようと思います。ココイチってたまに食べたくなりません？今日がそれです。というわけで行きましょう。ここ一応良かった。ちょっと雨もね強くなってきたんで、そろそろ帰ろうかなと思います。腹いっぱいだ。はい、というわけで自宅の近くまで帰ってきました。はい、もうちょっとで10時ですね。あとはですねもう家に帰って、デッドマンワンダーランドとキルラキルを見つつゆっくりして、寝ようかなと思います。はい、好評だったらまたこんな感じで休日ルーティーンアップしていこうと思います。コメントなどいいねいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、おまけトークです。今回の休日ルーティーンではアップしていないんですが、久々にヒゲ脱毛を再開しました。もう2年とかになるんですかね。秋田で生活していた頃にヒゲ脱毛をやっていたんですが、まあ途中で東京に来ることになってしまったので中途半端な形で終わってしまっていたんですよ。で、やっぱりこの顔を出してね発信をしているので身だしなみはしっかりしたいなと思いまして、今回ヒゲ脱毛を再開することにしました。脱毛は日焼けが厳禁だったり保湿をしっかりしてくださいサイトのことだったので、今肌ケアを頑張ってるところなんですよ。今無印の化粧水を使ってるんですが、なんかいい香りのするテンションの上がる化粧水とかなんか乳液とかなんかそういうのないかなって結構調べてたんですけど、あの新宿とか渋谷にあるオールドルーキーサウナ、こちらがですねバルクオムのアメニティ一式使ってるんですよね。バルクオムの化粧水がですねめちゃめちゃいい香りがするんですよ。まああの効果とかね、そのしっかり保湿もまあできるとは思うんですけど、一番はねちょっと香りにテンションが上がっていて、オールドルーキーに行くたびねこのサウナの他にも楽しみがねあるといった感じでテンションがねこう上がっちゃうんですよね。なので今バルクオムを含めていろいろね化粧水をね調べているところです。はい、皆さんもサウナに入る方はですねしっかり肌ケア、一緒に頑張っていきましょう。はい、というわけでおまけトークでした。ありがとうございました。